生田美ほは日本の女性声優、ラジオパーソナリティ。愛称は、ミーポン。当初は、声優の道を目指しつつ、遠近、高一、渡辺智子らとインターネットラジオの音線で好き者。戦国ラジオとアシスタントを務めていたが、番組が全60回で終了すると、今度は、遠近高一と、遠近高一プレゼンツ戦国ネット、スキラジの制作に参加、初代。 アシスタントを務める。しかし、声優の道を断念したこととこのままラジオのパーソナリティを務めるギャップに違和感を抱き、第10回目で卒業。その後は番組スタッフとして番組ホームページやブログの更新やメールチェックを担当したが、第22回目で再びアシスタントに復帰する。2016年6月声優の遠近孝一と結婚。当初は、 義務教育程度の日本史の知識しか持ち合わせていなかったが、遠近孔一らと番組の進行を務めているうちに、徐々に戦国に関する知識も増え、番組を卒業する頃には、遠近孔一から認められるほどにもなった。現在では、積極的に各種史跡巡りなどをして、その様子をブログにアップしたりしている。当初は、声優の道を目指していたが、今は路線変更し、 各種番組に出演しながら、歴女として活動していくことを主な活動としている。好きな城は松本城。好きな戦国武将は武田信繁。一生に一度でもいいから研究論文を書いてみるのが夢。非常に涙もろく、番組を卒業するときに応援メッセージが読まれた際は号泣し、遠近を苦笑させた。スカパーのホームページの伊藤が一の。 日本史偉人伝中では、自称歴女のミーポンと紹介されている、は、インターネット配信。ありがとうございます。